実験結果を振り返りましょう。まず水の流れ方を比べてみましょう。上が水の量が少ないとき、下が多いときです。水の量が多いと、たくさんの泥が一緒に押し流されていくのがわかります。運搬の働きが大きくなっています。今度は地面の様子を比べてみましょう。水の量が少ないときは、水を流す前と流した後であまり変化がありません。水の量が多いときは、斜面の部分の土がなくなり、浸食の働きが大きくなっていることがわかります。また、平らな部分には、たくさんの土が流れ出て、積もっています。堆積の働きが大きくなっていることがわかります。水の量が多いとき、流れる水の働きが大きくなり、地面の様子が大きく変わることがわかりました。